東亜メトロ、東亜メトロは、玩具メーカーレゴ社が作るストーリーラインバイオニクルに、登場する架空のヒーローたちであるトア、トアの一員である。また、彼らが変異した姿である東亜ホーディカ、トアホーディカもここで解説する。リカーンに選ばれた6人のマトランが、彼の東亜エナジーを受けて、トアとなった姿。東亜メトロは、東亜また同様に、胴体部に、ギアが仕込まれており、 背中のギアを回すと腕が動くが、マスクが外れにくい形状に変化したためとおあまたの、ような遊びはできなくなっている。また、落死に続き膝関節が追加され、腕の関節も増えたために、幅の広いポージングが可能となった。バキ同様、形成色が大きく変わり、全体的に暗い、落ち着いた色となっている。ボトルのキャップは2つ合わせることで、 ツラガデュームがマトランたちを閉じ込めたカプセルとなる。初回生産分にはゲームの入った CD ロムが付属した。そのシンプルなデザインとプロポーションの良さから歴代東亜クッシの完成度と称するファンも少なくない。ビソラックに捉らえられた東亜メトロがその毒で変異した姿。野獣のような姿で長時間放棄化の状態でいるとラヒになってしまう。 右手が武器化しており、顔とカノイは一体化している。カノイの力を使うこともできなければ、エレメントパワーの使用も大きく制約されている。玩ングには、右腕のみにギアギミックあるが、それ以前のものと比べるとかなり地味になってしまっている。背中にはスピナーがついており、発射可能、初めて全員共通の飛び道具を持つ東和シリーズとなっている。 ありがとうございます。